こんにちは。こんにちは。ご視聴ありがとうございます。リラクヤの花澤聖子です。丹野哲也です。、はい、今日今撮る動画な何かというと、10月4日の講座について正式なお知らせ。10月4日水曜日1時から4時ですね、はい、13時16時で、あなたの苦手部位を克服しますっていうことをちょっと1個テーマにします。はい、はい、全身のどこか1箇所にちょっと決めてください。割とやっぱり肩と腰なんですけどとか前もあったんですけど、うん、それだとどっちにどれぐらい、うんうん、結局なんかその絞れてないんで終わっちゃうんで。そうなんですよ。ここどうしてもここは本当に上手くなりたいとか、はい、ね、ここがあともうちょっと分かんないとか、はい、そういう首なら首、肩なら肩、はい、腰なら腰、そういう感じで一箇所を言ってください。はい、はい、そこをしっかりサポートします。はい、はい、で丹野さん教員免許保健体育を取得されて、はい、教えてもねいらっしゃったぐらいなので、もう体のことは精通しています。すごいご勉強されました。で日本カイロプラクティックドクター専門学院東京本校卒というね、はい、輝かしいねお金もかけてねやってますからね、はい、まあ、体のことはいっぱい勉強しましたね。ね、すごい何年ぐらい勉強してた感じですか。十何年。あ、でもあれですよ、うん、これ大学入った時から考えると18年前ぐらいから。おお、でもずっとやってますもんね、だからね。まあそうですね、ね、はい、ほぼすごい体に関わり続けてきている、はい、ということなので、はい、そういうことに関しては丹野さんに聞けば、はいはい、全部分かってますので。で間違った固定概念を取り払って施術の効率アップします。はい、結構やっぱり1回目の時もそうでしたけど、こうでなければならないみたいなのがすごいあるんですよね。多分一番最初に教えた人がそう教えたら、うん、それでもう頭がもう固まっちゃって、うんうんうん、肘は伸ばさないとダメなんだよって言われたら、もう何が何でも肘を伸ばす、うん、まあ、ほぐすために力を効率よく伝えるために肘を伸ばしましょうっていうものが、なんか肘を伸ばすが最優先になっちゃって、肘を伸ばしてればほぐれなくてもいいみたいな。いやー、ちょっとね、もう本末転倒な本末転倒な、わかる、うん、そうなんですよね。そういうのにとらわれすぎてる方多いですね。多いですね。一生懸命やらなければいけないとか、うん、それで自分自身ががんじがらめになってる人は多いかもしれないですね、うんうんうん、そう、なんかだから痛くなっても このフォーム、この置き方じゃないとって思ってるから、うん、ずっとそれでやって、はい、っていうようなね、壊すまでやっちゃうとか、はい、人いますが、効率も悪いし、はい、まあ、お客さんもね気持ちよくないんですよね、そんな、はい、無理してやられてても、はい、伝わってますので、皆さん来てください。6名様です、はい、で公式発表でこれほぼそのままいきます。はい、はい、日時変わらずで1時4時で、値段が3万円って言ってましたけど、時間も短くしましたので、はい、料金2万円にいたします。私の DVD を持ってくださってる方、買ったことがあるっていう方、それから、1回目の講座にいらした方で、あるいは新規の方を同伴者として申し込みしてくださる方の場合には、どちらの方も5000円引きになりますので、はい、1万5000円で、お受けいただけます。で、その日に当日お持ちください。はい、振り込み制とかではないです。はい、当日、現金でお持ちください。はい、でこの価格は税込みです。トーク線とかも持っていくつもりですので、そういうことに興味ある方もいいと思います。はい、はい、ちょっとね、いろいろと簡単にできてすごく効果的なテクニックとか、役立つツボ、いろんな不快症状に、効果的なツボとか、その辺もお伝えしますので、はい、ご興味ある方ぜひ。はい、はい、今回の講座では耳周りも教えようかなと思っています。結構耳って教わることとか触ること少ないと思うんですけど、耳周りほぐすことによってアンチエイジングですとか、側頭筋残りをほぐすとか、顎の、まあ、顎関節症なんかの時にも、要はこの耳やることによって顔とか
この周りの頭の方の筋肉をほぐす作用があるので、結構耳をよく引っ張ってると視力が回復するとかいうことも言われてますし、まあ、耳って意外とこう全身の反射区にもなってますので、耳を揉むことによって全身の健康美容にいいとされてるんですね。でなので耳をねちょっとこうどのようにほぐすといいかというようなこととか、耳は割と自分でも触れるところなので簡単にいつでも、ちょっとどんな風に、まあ、習えば自分で普段から練習したりとか、触って確認したりとかできるので、ぜひ。田野さん耳どうですか？気持ちいいです。ああ眠くなりますね。はい。あの耳ってなんか感脳の器官とも言われてるので、結構感度がね、うん、高いので、うんうん、耳に快適な刺激があるとやっぱりこう眠くなったりとかすごく、なのでリラックス効果、安眠効果なんかもありますね。耳はねすごい全身の不調、疲れにもいいんです。で女性には嬉しいあの美顔効果ですね。顔色が、まあ、リンパにもね関係しますので、耳鼻科腺というかリンパ節ありますので、耳の、まあ、周りをほぐすことによって、顔のリンパ良くなって顔色良くなったりとか、まあ、シミシワの予防改善とかにもなると言われてます。まあいろいろとツボですとか、まあ、こういった普通あんまり触られない教えられることのない耳とかの、まあ、テクニックといいますか、うちは耳リフレっていうのをやってますので、まあ、耳のメニューっていうのも結構成立するんですね。なんで耳のほぐし方自分にも使えますし、結構お客さんでも評判良かったりしますので、気になる方はぜひお受けください。結構耳柔らかいですけど触るんですか自分で？いや全然触んないですよ。あ、そうなんですか、うん、へえ。別にあんまり触らないし、はい、まあ、そこまでその硬いとか柔らかいを意識もしないですね、うん、あ、そうなんですね、まあ、パーツとして小さいんでほぐすのもそんな大変じゃないですし、薄いんで結構早く効果も出やすいので、短時間で結構すぐポカポカしてきたりとか体感していただけるのでね、耳はもうあったかいですよね、感じますよね、はい、はい、結構耳は取り入れたい箇所ですね。手軽に取り組める、うん、まあ、お客様のこうお顔だったり首周りだったり頭やってる時とかにもちょっと、まあ、説明してちょっと耳引っ張ったり揉んだりっていうようなことをやってあげると結構疲れ目の解消とか頭痛とかにも効果発揮しますので、プラスアルファで施術効果アップ、スキルアップっていう感じになります。ぜひお試しください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。社会貢献もあるし、いろんな人と接することによって自分のまあ、スキルアップだったりとか経験値アップといいますかね、ただ店でやってるだけっていうのって広がりがあんまりないですよね。自己満足になってしまうようなこともありますし、いろんな場に行っていろんなことを経験することを受けたり教えたりっていうのはまた違った角度から入ってくる
知識経験になるので、やっぱり講座ってすごく有意義だなと思うんですね。講師にとっても生徒さんにとってもプラスになる。やっぱこう中に閉じこもるものってだんだん年も取ってきますし、ただ自分が施術するだけで終わってしまうと、その後に残るものがないというか、一日でできる人数とか、ね、時間って限りがありますけど、自分がいろんな人にお伝えすることによって、後にも残っていくというか、広がりができてくる。まあ、自分が今までやってきた経験で、うん、まあ、それを教えることでこう、うん、まあ、現場で苦しむ人が少なくなればね、うん、それはそうですよね。まあ、自分のやってきたことが、うん、まあ、一つこう人のためになったなっていうことでもありますからね、うん、そう。でも効率よくお伝えできるんですよ、一回それで自分が、まあ、しっかりね、身に染みて分かってるとかできるようになったっていうことだと。でもそれは知らない人同士でやってても、うん、ね、いいんじゃないかなみたいな感じにちょっとふわーっとなってしまって、うん、なんかそのこれでいいのかなとか、うん、どうしたらもっとよくできるんだろうっていうのを一人で考えたり、その同じレベルの人と考えてても、うん、解決しないので、スキルチェック自体が、うん、なんかその受け慣れてない人がチェックしても、うんうん、ジャッジできないですもんね。そうなんですよね。だから、うん、やっぱりそのある程度受け慣れた人がジャッジをするっていうのも、うん、まあ、一つの魅力だと思いますね、うん、そうなんですよね。こうマッサージってなると別にいやらしいとか、まあそれもちょっとあれですけどね、普通にマッサージって入れると全部エロいの、うん、だからちょっと誤解があるなと思うんですよね。もっと普通に健全に長い長いスイッチ入りすぎ、もう途中からもう長い長い短くね、でもまああのいっそこはもうなんとかしますまあだからでも大事なんですよ、言いたいんですよ、これそうじゃないですかまあそうですけど、そうですけど前回言ったのに長いんだよな私なんかまあ要するに、まあそういう意味でもその世の中をもうなんかこう平和に円滑にする、健康にするっていう意味でね、もう心身の健康のためにもマッサージ整体っていうものがもっと普通にあってほしいので、はい、上手い人が増えてほしいので、はい、うん、やってます。ご視聴ありがとうございました。 See you